今のご時世はもう、本当に、今の見た？アズレギ回した功労者である俺に対してのあれの数々。ああいうのをやってるやつってまず論外だよな。レベルが低いっていう感じだもん、もう。立て直しましょう、まずは。基本に忠実で。デッドバイの多分さ、2日目だからフレンドさんたちがゲームしてたんだよ。連絡があったんだよ、多分。ドラクエの時とかあったのかもしんないよ。俺見えてねえんだわ。チームの勝ちを目指せないやつは、ヒーローパークの温存。ヒーローパークの回復か。疲労回復。なるべくしょうがないから歩きながらでも進んできたらさ。俺さ、合う合うが分かんねえんだよな。
大丈夫。発電機でいい。これだけやんないといけないから。拾うとかいらねえから、まず。多分なんか遅いぞ、これ。負傷状態で読めえよな。3ヶ月くらい負傷でやれ。全部何回もやるからこうなってもう取り返しがつかなくなってんだよ。二度バンバン負傷状態でバンバンしてじゃもうダメよ。こういうとこで弱い人間と強い人間の差が生まれる。プロジャンクラスになればめちゃ強い。ほんなら。回復してやっていいよ。チームで勝とう。チームで勝ちたいだけだから。みんなが苦しい時に俺が発電機を回す。まあ、エース強者。言葉のエース。残念でした。これがヒロちゃん。一発アート決めたい。今度逆。気持ちはわかるが、ここで勝負。
ここを意識させることが大事。信じろ、チームを信じるんだよ。自分一人で戦ってんじゃねえんだよ。デッドバイのエースなんだろ。味方信じれないエースはどこにいる。チームを信じるんだよ。だぞ。なんか入ってんのかな、悪魔とか知らないけど。なんでこんな勝負に弱えんだろう。なんでこんな大事なところでミスするんだろう。大事なところでミスするし、俺の発電機のところに行かねえんだろう。よし、エースヒロちゃん、デッドバイのエース、おあ、こんばんは、タツさん、やるかい。あ、てかチャラミンさんが何かが連絡したのかな、連絡したのかな、チャラミンさんが何かが、あのドラクエの時とか。今はね、タツさんとね、エミリさんのしか乗ってねえんだわな、僕の恥じり感のやつは。あ、聞こえた聞こえた。モバイルショットやります。よし、はい、見れた。これがヒロちゃん、よっしゃ、よし、うん、よし、見れてなかったです。あ、はい、全然ね、チャットがないんだなって、まあ、どうせこんなもんだしなと思ってたら、チャットが見れてないで、なかったです。申し訳ないことしたなと思って、エミリーさんとかにも。全然見れてなくて。あ、撃ってたんだ。ドラクエの時かな。ドラクエの時なのかな。いつなんだろう。デッドバイの時なのかな。ドラクエの時なのかな。全然ドラクエの時も何もチャットが見えなかった。あ、本当に見えなかったですよ。モバイルだったらモバイルやりたいから。あ、そうなんだ。じゃあ見えてない。初めの方見えてない。今ね、5時に気づいた。チャットがなんか変だなーって。ちょっと、なんもねえの、どういうことなんだろうと思いながら。おかしいなーって思いながらゲームしてた。すいません、それほんとチャットが消えてました。あ、ドラクエも8時ぐらいだからね、9時ぐらいだからやってねえのかなーって。いや、タラミンさんは時間があるって言ってたような気がするけど、まあ忙しくなったんだなぐらいで。こんなもんで思ってましたね。あ、はい。すいません。本当に見えなかったんで、今見えたっていう。6秒発電機3台のあれ、真っ向勝負、ロッカーに入って。ってやつだよね。素早く静かに。音がしないって。うん。オーレルもなんか、置き去り？ 32 メートル範囲内のハッチ。なんか、モーレルがマジで変わってるな、なんか。ああ、これあれじゃねえの。位置エネルギーだよね。うん。変わってるね。唯一の生存者もそうだけど。ペンミンはアドレナリンくらいかね。
あと、オーモンドの写真にしてたみたいだね。ちょうどオーモンド。はい。土曜日って今日土曜日？土曜日って今日でいいのかな？今日の何時ぐらいなんですかね？10時過ぎっていうことは、土曜日だけど夜なの？夜なの？パラレルに入った方がいいのかな？ちょっと会話をするか、パラレルの方がいいかな。まあ、チャットでもいいけど。まあ、あれだったらパラレルにちょっと今、俺も入ってみますか。あ、チャットでもよかったらチャットでも。野球夜なの？土曜だけど。夏休み期間だからなのかな。アドレナリン。無症段階が、正常な状態に戻って、5秒間150パラで走れるんだ。5秒間走った。うん、パラレルの方が早いでしょ。僕も準備してます。ちょっとね、今ね、人のパークとかもう一回再確認しながらやってた。もう分かってるつもりでも結構分かってねえんだなと思いながら、自分自身のちょっと成長のためにやってたからこんな感じになってる。ただ、置き去り32メートルなんだね。これね、固まってる発電機とかだね。発電機の1.5倍分のエネルギーを、まあ、時間は1.5倍分かかるけど、それを1倍にして、ちょっとだけ回すってやつなんだけど。1.5パーか。トークン20個だから、マックス30パー分溜まるけど、これ時間かかんだよね。あと、唯一の生存者。キラーの探知性、あれが下がるやつなの？これ。後で見てみるか、唯一の生存者。難しいな、1エネルギーとか、生存者と。24メートル以内。あれ、評判は128。で、第3の封印なんだ。目くらまし。目くらましになるんだ。あれが見えなくなるやつか。オーラが見え、オーラなの。目くらまし効果。ああ、4秒増加する。生存者がアイテムを。待ってね。固まんだよな、これ。いいや。長すぎてあれかもしれない。あ、戻り前。